回触れなかったけど、そうで、ね、やっとタイ取ったから、あ、髪の色が変わりました。あの、坊ちゃんヘアだ、坊ちゃんヘアだ。それはズラですか？いえ、かぶり物じゃなくて、これ、すがみです。すがみ、地毛、はい、地毛です。これ、撮影終えた日なんですけどね、はい、パドックに帰って、はい、行ったわけですよ。これは良くないと、坊ちゃんカットになってるから。すごい、散々言われてるんですよ。お坊ちゃまくんだ、もうなんか、どうしたんですかって言われて、はい、で、ちょっとそれまでは良かったんですよね。帰って、撮影終わって帰ったらなんかすげえ言われるんですよ。で、いろいろ原因を追求した、タイです。あ、ピッチ、ぺっちゃりになってて、タイのせいでぴっちゃりになってて、タイかぶってたら、おかしくなってた、ピタッてこうくっついちゃってるわけですよ、はい、どう見ても、俺も鏡見て、すげえな、この坊ちゃんフェアはと思って、それはあの、坊ちゃんは反抗期を迎えなきゃいけないと思いまして、はいはい、色を変えようと、普段結構色変えてること昔多かったんですけど、今はね、あんまり変えてなかったんですけど、今回はなんかちょっと赤っぽいようにしようと、大胆に、大胆でもないんですけど、大胆でもない、赤も結構やってたんです。ボムもね、なんか色変える？色変えたことない。なんていう事件だって。デメちゃんのエアガン&ミリタリーレビュー、デメ流、毎週公開中。絶対見てくれよ。説明しよう。普段はまるで冴えないスノボ部は、アフロを装着することでトスラとして変貌し、やりやりイケイケの超チャラい男に変身してしまうのだ。その能力は解明されていないが、特殊ジャケットを着込み、肩にはボブソールの巨大ラジカセプライヤー、胸元というか腹には木彫りのクマトミーが装着される。そう、彼の名はあのボブである。